地震発生物理学、または地震物理学とは地震を物理的現象として詳細に分析し、そのメカニズムを解明する学問である。地震学の一部にや地震発生物理学の命題として、不均質な地殻内で起こる不均質な断層運動を説明するための物理法則を確立させることが挙げられる。主なテーマとして以下のようなものが挙げられる。 19世紀末に始まった近代地震学では地震のメカニズムを解明しようと様々な試みが行われてきた。それにより1960年代後半から1980年代にかけてプレートテクトニクス理論に後押しされてダブルカップルによる様々な震源モデルが考案された。しかしこの手法は破壊速度や 破壊範囲があらかじめ決められたものであり、その破壊速度や破壊範囲自体を決める物理法則を解明する必要性が生じてきた。これを受けて1980年代より岩石破壊実験などから実際の先端破壊を定式化する試みが始まった。これが現在の地震発生物理学の始まりである。実験によって実際の地中では摩擦の効果により、 岩石同士が固着しており、これが大規模に滑ることで断層の動的破壊、つまり地震につながることが分かった。従来、モール空論の破壊基準という考え方があったが、これは粘性の低い物体にしか適用できなかったため、実体と乖離していた。これに変えて、グリフィスは岩石内の微小な亀裂の成長とエネルギー分布に着目して、これを定式化し、 これが認められて広く使用されるようになった。定式化によってモデル計算が可能となり、急速に研究の幅が広がった。現在では、歪みの蓄積から破壊核の形成、そして動的破壊までの一連の過程を記述することも可能になりつつある。一方で、地震被害の多発に伴い、これを地震予知に応用する必要性が高まってきている。ありがとうございます。